はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えますコルクボード。一体何だかわかりますか、こちら。こちらはね、僕がいつも生態紹介をするときに使う100均で買ったコルクボードでございます。多分コルクボードっていうか、これ額縁だよね。はい。ということでね、まあそんな話はいいんですよ。今日はね、とっても貴重なあのゾウカブトがやってきたので、今日はね、ご紹介して、そのままね、ペアリングしていきたいと思います。と言いましてもですね、実はね、一回失敗したんですよ。一度ね、失敗してしまいまして。で、まあ同じ方からね、メスをいただくことができたのでですね、今日はご紹介という感じですね。一回目はね、メスの休眠管理が僕ちょっと下手くそだったのか、気づいた時にはね、もうね、両足がね、麻痺してました。うん。で、まあ、上手にね、ペアリングまではできたんですけど、サナセット入れた翌日にはね、星になっちゃって、まあ、産んでなかったわけですよ。で、やっぱどうもね、ゾウカブトの種類はですね、餌の食べさせ方がね、やっぱ非常に難しいんですよね。これ僕の管理の問題かもしれないですけど、メスはね、なかなか食べてくれない個体がちょろちょろいますね。多いです、すごく。で、まあ、オスに関しては、さほど気にならずにバナナも食べるし、まあ、元気に食べてくるんですけど、メスはね、どうも、休眠明けで一回食べてからは、もうすぐね、産卵行動をしたいのかね、動き出すことが多くてですね、休眠明けしてるかどうかをね、判断がね、非常に難しいんじゃないかなと、個人的にはね、思っております。これ多分、姫ゾウとかも一緒で、まあ、うちヨルゲンセンもパチェコもやってるんですけど、どうもね、一回餌食べて、動き出すとですね、メスはもうとにかく、産卵行動を取りたがるっぽくてですね、なかなかね、餌を、こう、ゆっくり食べてくれることがないんですよ。なんで、なるべくね、動き出したらもうすぐペアリングして産卵セットに、入れてあげる方がね、ゾウカブトはね、成功しやすいんじゃないかなと思います。ということでね、余談が長くなりましたが、今日紹介するゾウカブトはこちらです。じゃ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 ーん。今ね、バナナ食べてたんでね、ちょっと口の周りが汚いんですけどね。はい、ということでね、今日ね、紹介するこのゾウカブトはですね、ギアスゾウカブト、ルンバッシャーでございます。まあ、正確にはね、ルンブケリーなんてね、学名はついてますけど、まあ、俗に言う日本ではね、ルンバッシャーと呼ばれている個体になります。でですね、このルンバッシャーね、非常に、貴重なんですよ。っていうのもですね、まあ、帰ってくる回数ももちろん少なかったんですけど、多分2015年か、14年かぐらいに入ってきたのかなと思うんですけど、後にね、このルンブケリーという亜種はありませんというふうにね、発表されております。途中でね。なんでだと思うんですけど。まあ、いろんなね、方の見方がありまして、まあ、やっぱり、有識者さんからしても、これはギアスだろ、ただの。タイプ違いだろ、みたいな感じでね、一瞬あしらわれたと言いますか。一瞬ね、存在を否定されてしまいましてですね。まあ、これは足分けというよりは、まあ、タイプ違いなんじゃないのっていうことで、一瞬ね、ギアスとしてね、元に戻っちゃったという話があります。まあね、そしてすごく残念ながらね、その寸前にルンバッシャーとして入ってきて、まあ入ってきてみんながブリードしてる間に、いや、ルンバッシャーってないですよね、みたいな話になっちゃったもんでですね、皆さん混乱してしまいましてですね。あ、じゃあやっぱあれ、ただのギアスゾウカブトだったんだ、っていう風にね、途中言われた時期がありまして、こちらのルンバッシャーはね、ミナスジェライスっていうところの出身のルンバッシャーになります。で、このミナスジェライスにはね、ギアスゾウカブトの原名亜種もいますし、ギアスプランディっていうね、亜種もね、存在してるんですよ。だからミナスジェライスっていう産地名だけでいくとですね、このルンバッシャー、まあ、ルンブケリと、プランディと原名亜種、ギアスが、まあ、存在する状況になってしまってですね、で、途中でね、図鑑で、まあ、このルンバッシャーがね、消えたことによってですね、まあ、同じ種類だよねっていうことになって、多分途中でね、国内で交雑が起きたと思います。まあ、当時はね、交雑とは言わなかったんだと思いますよ。ミナスジェライス出身のギアスゾウカブトっていう同じ種類だったわけですからね。まあ、交雑とは当時ね、思わなかった人が多数だったと思うんですけど、まあ、後にね、やっぱり研究していく上で、やっぱ頭角の感じとか、この背中のね、色とかもね、ちょっと違ったりしてですね、これ結構ね、赤み出ちゃってるんですけど、これ湿り気があるからちょっと赤いんですけど、実際はですね、灰色に近いような感じのね、体色をしております。でね、この線も、こう線が入るんですけど、これもちょっと薄め。で、頭角ですよね。サイズの割に頭角が小さくてですね、こうわかるかな？もうね、正面から見るとよくわかるんですけど、この股が広い。この二股、この先端の股の部分がね、非常に広い。で、しかもね、ちょっとこう丸い、こう湾曲して、こう、なんていうんですかね、内側にこう入ってくるような形をしているのが特徴だそうです。で、こう上から見たときに、胸郭のこの横の部分の角度もね、ちょっと特徴的みたいならしいですね。
で、わずかにこの胸郭の上も二股に分かれてるよね。ここの辺も特徴かな。で、やっぱね、体色なんですよね。これ結構ね、まあ、プランディとかと結構交雑してるっぽいんですけど、国内でね。まあ、当時交雑だと思ってない人が多分大多数だったと思うんで、まあ、なんとも言えないんですけど、やっぱね、体色がね、もっと赤に近い個体がね、結構ヤフオクとか、まあ、ショップさんとか見てもね、多いんですよ。それはなんかね、どうもプランディと交雑してんじゃないのっていう人もね、いるみたいです。で、やっぱりね、頭角がね、やっぱり結構見てるんですけど、一応ちょっとサイズ測ろっか。このね、ルンバッシャやっぱりね、特徴はね、こうサイズの割には、頭角が小さいっていうのがやっぱ特徴なんですね。で、うちのがまあ86ぐらいかな。この感じで86ぐらいなんですけど、ギアスプランディとか、まあ、ギアスギアス、原名足とかはね、86ぐらいサイズがあると結構ね、頭角が大きくなるんですよ。体がちっちゃいというよりは、まあ、頭角が伸びるような感じになりますし、この頭角のね、この平べったさの感じもね、ちょっとね、まあ、標本とか見てると、ちょっと違ったりもしますね。で、一応ね、うちに来てるのはワイルド F3 なんですよ。つまり、2014年か2015年ぐらいに入ってきたやつの、混ざり毛なしの、まあ、クロスブリードなしのね、個体になります。だから、その当時ね、入ってきた、まあ、このギアス増加ブトの形質をね、そのまま、遺伝してるんじゃないかな、と思います。もうね、やっぱ標本とか、ビークワとかで見てもですね、やっぱあからさまに頭角が短いんですよね。で、胸郭もね、全体的に短くて、まあ、体の割合が大きいような感じに、特徴としてはね、なるんじゃないかなと思います。いやー、でもね、一匹目、そうなんですよ。二メス目をね、いただいちゃいましてですね。ほんと、申し訳ない。ご心配かけました。託してもらってね、ブリードしてよっていう感じで、うちに来てるわけなんですけど。なんかね、やっぱ増加ブトってね、餌の食わし方マジむずいんですよ。これいつかね、パチェコの動画でも同じこと言ってるんですけど、めちゃくちゃ難しくて、なんかね、餌一回食うとね、めちゃくちゃ暴れるんですよね、あとは。で、うちに来たね、2匹目のメスもずっと全然休眠だったんですけど、うちに来てからね。11月8日に食が始まりまして、今日13日なんですよ。5日目なんですけど、早くもね、騒ぎ出しました。なんで今日ね、撮影しながら、ペアリングという感じにしていきたいと思います。いや、にしてもわかります?このサイズ感。このサイズ感わかります?このサイズ感ね。すごくない?いやー、でけんだよな、マジで。まあね、幼虫期間は2年とか3年とか言われてる種類なんで、めちゃくちゃ時間かかりますけどね、頑張ってブリードしていきたいと思います。ということで、メスの紹介ですね。ダダダダダン。この子はね、まあ、背中の色がね、さっきのオスと違って、まあ、かなりね、休眠明けから時間が経ってないのでですね、かなりね、色味も特徴的なんじゃないかなと思います。で、まあ、ギアス増加ブトね、増加ブトの種類とね、メスの強化がザラザラと。ザラザラで、こう、形がね、こう、丸くないと、カクカクだっていう感じでね。いいね。かわいいね。なかなかね。背中の色、ほんと赤くないでしょ?赤みがほんとないんですよね。で、さっきのオスもね、最初の時全然赤みなかったんですよ。で、こう、線が結構ギアス増加ブト入るんですけど、線がね、こう、なんて言うんですかね。枝分かれしてるような感じなのも、ちょっと特徴的なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ちょっと乗っけていきますよ。オスがね、ちょっと元気がね、もうだいぶね、うちに来て時間経ってるんで、ちょっと元気がないかもしれないんだけど。ああ、でもこうやって見るとやっぱ、新生虫の時は、やっぱ白身が強いっていうか、まあ、ちょっと灰色っぽいけど、やっぱ時間が経つと赤くなってくんのもんなんかな。まあ、若干擦れてね、多分、産毛は抜けると思うんですよ。産毛抜けるとそういう感じに見えやすいのかもしれないですね。いやーほんとね、一匹目の時マジで、ほんとメスがすぐ星になっちゃってですね、大変でした。めちゃくちゃね、これ、もしかして増加ブトってやっぱ早い方がいいよねっていう話、結構やっぱりちょくちょく見るんですよ、いろんな場所でね。なんで、やっぱね、その通りやっぱ、急いでね、ペアリングして、サンナセット入れたんですけど、その時ね。もうほんと次の日もうほとんど硬直してて、まあ、サナコード取らずにね、そのまま、上で星になってました。もう出てる出てる。いけるかな?このまま動画撮りながらね、いけると話が早いんですけどね。で、このルンバ社ね、さっきも言った通りね、途中で、足として分けられなくなったっていう過去がありましてですね、
本当国内にいるのに混ざり気がない方が珍しいのかもしれないですね。まあ当時、まあもちろんこの時はね、同じ種類だよっていうふうにアナウンスされちゃったもんでですね。そのまま類代する人も少なくて、で結構やっぱ浮かずれするんですよ。増加部と結構浮かずれするんで、かなり管理難しいと思います。まあ、メスは低温にしてみたりとか、まあ、オスメス同居でね、羽化までさせたりとか、まあ、いろいろ方法あると思うんですけど、普通にやるとですね、浮かずれするみたいなんで、僕もちょっとその辺ね、いろいろ聞きながらね、工夫しながらまた次世代にね、つなげていきたいと思います。まあ、つまり、国内の個体を使うとですね、ワイルド F3 とかワイルド F4 って表記されてあるものに関しては、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、CB が入ってる場合、まあ、CBF で表記されてる場合は、もしかしたらね、プランディだったりとか、ギアスの原名だったりとかっていうのと、途中でね、交雑してる可能性があるという感じなので、まあまあそれでもまあギアス増加ブトは増加ブトなんでね、まあかっこいいんで、まあいいかなとも思うんですけど、まあ、どうせならね、どうせならこの貴重なルンバッシャーをね、ルンバッシャーとしてね、扱いたいので僕は。その辺もね、まあちょっと多分他とは混ぜずに行こうかなと思うんですけど、まあ増加ブトね、結構類代障害出にくいよなんて言われるんですけど、まあ言ってもね、多分4とか5とかぐらいまで来れば、結構いきなりね、途中で途絶えたりするかもしれないんで、まあ2ペアずつとか、まあちょっと管理しながらね、戻しじゃないですけど、まあ浮かずれをね、防止しながらやっていけたらなと思います。結構苦労してますね。いやでもね、そんな中ね、やっぱり、当時来た時は数十万円したらしいんですよ、野外品ね。で、その時、ルンバッシャーだーとか言われて、こう来たわけですね、野外品が。当時ね。で、めちゃくちゃ皆さん、こう、これ違うんだ、ギアス原名でもプランディでもないやついるんだ、みたいな。本当だ、ちょっと角短え、みたいな感じでですね、みんなまあ、ブリードに励んだわけですよ。まあ、ギアスゾカブトはギアスゾカブトなんで、まあ、ブリードの仕方は難しくなると思うんですけど、後にさ、幼虫の時にさ、多分、まあ僕その当時は知らないんですけどね、幼虫を飼育してる時に、あ、やっぱルンバッシャーいないよね、みたいな話になったと思うっていう話なんですけど、マジでね、悲しいよね。悲しくない。めっちゃさ、違う種類のギアスまだいたの?みたいな感じで、数十万円出してですね、購入して、まあ、ブリードしてる途中で、まあ、次が羽化してくる前に、次が羽化してきて、やっぱ同じだったよっていうのはわかるんですよ。どうもたまたま来た個体とかその発生時期とかの絡みで普通のギアスなんだけど、まあ、ちょっと角が短いやつがたくさん来ちゃったとかなら、多分次世代羽化した時って普通のギアスと同じ形で出てくると思うんで、もうプランディとかね、同じ形で出てくれば、あ、やっぱあれ違ったんだねってなると思うんですけど、多分幼虫が羽化してくる前に、多分その、まあ、調べてる方だったりとか研究してる方が、やっぱあれ違うよね、あれ別に別アスじゃなくてただの形例だよねとかっていう話になったみたいなんでですね、もう非常に悲しいよねそれ。自分がしてたらびっと思うとびっくりするんだけどね、悲しいこともありますよ。まあ、あからさまにね、これに関しては、もう今ではね、もう絶対に違うだろうと言われてる種類なんで、まあ、形違いって可能性はちょっとあったんでしょうけど、当時はね。まあ、でも次世代が羽化してきても、まあ、結局やっぱり、そのギアスドカブトとは形違うよねってなったと思うんで。で、やっぱ幼虫期間とかもね、やっぱ飼育してみないとわかんないですよね。つまり、発生時期が、通年ね、年中ずっといるのかとか、まあ、春だけ、冬はいないとか、まあ、雨季はいるけど、乾季はいないとか、まあ、そういうのもですね、実際飼育してみて、幼虫期間とか休眠期間とか調べてみないと分かんなかったりすることもあるんでですね。やっぱりね、こう、ブリードしていく上で、まあ、そういうね、なんて言うんだろう、新種発見じゃないけど、なんかそういう面白さもあっていいなと思います。いや、ちょっとなんか、絶妙にうまくいかない感じになってるんで、一応動画はちょっとこの辺でもう終わろうかなと思いますけど、まあ、同居させるなり、まあ、このままね、見守るなりしようかなと思います。ということでね、今日は、ギアス増加ブトルンバッシャーの、紹介でございました。まあ、産卵セットの方はね、いつも通り増加ブトなんでですね、僕はディープフォレストっていうフジコンさんのマットと、ヘラヘラとかにね、使った後に、冷凍して、ふるいにかけたね、マットを混ぜて使おうかなと思います。まあ、結構ね、増加ブトの種類は、ヘラクレス用とかじゃなくてですね、発酵の進んだね、黒いマットがいいよなんてよく言われるんで、まあ、皆さんもぜひね、その辺を参考にしていただけたらなと思います。もうちょっとだね。すぐね、まあ多分交尾できるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと最後に
顔だけ見せとこうか、顔だけね。いやー、ええ顔しとるで。